漫画家の広金健志と申します。山口県岩国市出身、多分コロナ禍にもいらっしゃるかと思いますが、まあほとんど子供の頃はですね、広島に憧れて、広島に自転車で遊びに来たり、それから天満屋と福屋っていうデパートがあったんで、珍しいからみんなそこへ遊びに、本当に広島カープのファンという完全にもう広島人です。で、言葉もですね、山口県とは言っても、まあ、広島弁が近いですね。今まで一回もおいでませんなんて言ったことはないですから、本当に私は広島に近い人間だと思います。今日は漫画家ということなんで、漫画という職業ということについてお話ししたい。そして、私の漫画はですね、かなり取材をもとに、作っている割とリアルな漫画が多いんで、その取材から得たいろんな知識でですね、これから、20年30年40年後のですね、高齢化社会を迎える日本の現状についてお話ししたいと思っております。まず皆さん広島大学入られたわけですけども、大学に入るときにですね、私もそうなんですが、将来こうこうこういう仕事に就きたいからこの大学へ入ったというようなですね、明確な目的を持って入る方はおそらく少ないと思います。とりあえず、自分の偏差値に合った大学に入って合格して、さあそれから何をしようか、どういう職業に就こうかと、思われる方が多いと思います。私もですね、一応法学部を卒業したんですが、入学したんですが、法律家になろうなんてことは一回も思ったことがなくて、私は東京に憧れておりましたんで、東京に行きたかった。でも東京の国立大学は非常にレベルが高いんで、早慶早稲田慶応に絞って、語学部受けて、結果は2勝3敗だったんですけども、まあ、1勝でもすればよかったんで、そこで入ったのが早稲田大学法学部商学部というところに合格したんですが、法学部の方が出席を取らないということの理由だけでですね、法学部に行きました。で、ただ早稲田大学に行きたかった理由の一つはですね、漫画研究会っていうのがあるんですね。当時、今もあるのかな、慶設時代と高3コースというそういう受験雑誌がありまして、応文社と学研から出てたんですけども、その中に漫画研究会の紹介があったんで、早稲田に入ったら漫研に行こうと心に決めておりまして、漫画研究会に入りました。私はどうやってですね、漫画家になったかというお話をしたいんですが、まず日本の漫画文化、世界に冠たる日本の漫画文化なんですね。これには3つの要素がありまして、これ書けるんですかね、書いていいんですか。はい、1番ですね、トキワ荘というですね、これ池袋にあるアパートなんですけど、入ってるのかな、聞こえますか、これ入れてもらえれば。あ、これついてます、ついてます、入ってます、入ってます。じゃあ先生、もうちょっとこう上の方。はいはい、トキワ荘というアパート、それから大丈夫ですか。あ、どこなんです。あ、どこなんです。あ、じゃあこっちで、すみません、こちら64だったです。すみません、じゃあこっちはちょっと大きいんですが、あ、大きいな、どうしましょう。あ、じゃあどうか、持って、持って、いや、持ちます、持ちます、はい、大丈夫です、はい、すみません、もしよろしいよ、こうポケットなんか入れさせていただいてですか。はいはい、いや、ちょっとすみません、ポケットなんか入れさせていただいて、ちょっと大きいのですが、すみません、ちょっと待ってください。こっちでちょっと決めてるんですが、じゃあ、あ、ごめんなさい、よし、これで、はい、なんかいろいろつきましたけど大丈夫ですか。団塊の世代ですね。これは1947年から48年49年と、この3年間に生まれた、要するに戦争が終わって皆さん平和になったんで子供がたくさんできた、これベビーブーマーと言いますね。この時に大体750万、統計の取り方があって若干上を取って下を取ると750から800万人ぐらいと言われてますけども、この団塊の世代、
というのがいた、そして大手出版社と、この3つがキーワードですね。トキワ荘というのはですね、ここにかの有名な手塚治虫先生という方がいらっしゃいました。鉄腕アトムを書いた人ですよね、ブラックジャックとか。でこの手塚治虫先生がですね、まあこの人は、まあ、大天才、我々漫画家、今たくさん漫画家いますけども、一人だけ尊敬する人を挙げろって言ったら、まあほとんどの漫画家が好き嫌いは別にして手塚治虫先生っていうぐらいですね、特別な人です。でこの手塚治虫先生はこの常盤荘というところにいました。だその手塚先生を慕って赤塚不二夫さんとか藤子不二雄さんとかですね、そういう人たち、石森章太郎さんとか、そういう人たちがみんなどっと集まったんですね。でここでまあ漫画家のまあ梁山泊といいますか、すごい漫画家がたくさんこの池袋の常盤荘というところに集まったんですね。でそのこの漫画を描いた人たちの当時22歳から28歳ぐらいの人たちなんですけども、その読み手として団塊の世代がいたんです、我々です。ちょうど 10年ちょっと違います、あの手塚先生の世代とね。でそのまずマーケットがあったんですね。で常盤荘という漫画家、すごいあの人たちが集まってた。これは何かと言いますとですね、漫画雑誌を出すのは世界のいろんな国出してますけども、大体小さな出版社が出してるんですね。ところが日本はですね、小学館とか講談社とか集英社とか公文社とか少年画報社という大手のですね、秋田書店なんか大手の出版社が出しました。で大手ということはですね、そこにやっぱり優秀な人材がたくさんいますから、非常にマーケティングリサーチをやるんですね。彼らが書いた漫画を小学生の段階、我々が読んで、でこの大手出版社はですね、この段階の世代の読者を離さないとして、ちょうど段階の世代が中学生ぐらいになる時ですね、昭和34年ですね、この時にやっぱりあのこの時は月刊雑誌だったんです。月刊雑誌はですね、一冊今の感覚で言うと3000円から5000円ぐらい高い雑誌だったですね。一般の家庭では買えないお金だったんです。ところが中学生になるとみんなですね、家からお小遣いをもらって自分でやりくりして物を買うようになる。でもこんな高い漫画は買えない。そうするとですね、これを週刊誌化したんですね。そうしたら価格が4分の1になりますから、みんな買えるということですね。その時できたのが少年サンデー、少年マガジンですね。この少年サンデー、少年マガジンを僕らは中学校になって読んで、そしてこのままですね、大学に行きます。この頃はもうこれが絶好調ですから、巨人の星とか明日のジョーっていうのはリアルタイムで読んでました。でこの頃はですね、今はもう皆さん読みますけど、当時は大学生が漫画を読むっていうことはですね、ちょっと時代のニュースになる、そういう時だったんですね。だから最近の学生は漫画を読んでるんだ、片手に少年マガジン、片手に朝日ジャーナルという言い方をされた時期もありました。でここで大体まあ普通は漫画は終わるんですけど、このマーケティングリサーチをやってるですね、大手出版社はこの読者をの、まあ、逃がしてはならないというか、なんとかこの後も読ませようというんで、我々が大学を卒業する頃に1968年ぐらいかな、小学館がボーイズライフっていうのを出しますね。これが後のビッグコミックです。これであの青年漫画誌という新しいジャンルを作ったんですね。それまで大人の読む漫画というと、どちらかといえばエッチな感じのですね、ストーリー漫画ではないような漫画が多かったんですが、この青年漫画部門っていうのを作って、これがいわゆるこういう巨人の星とか少年あの明日のジョーみたいなやつの大人版ができたっていうことでね、それでずっとこう現在に至ってるんで、結局団塊の世代がですね、世界に冠たる日本の漫画文化をですね、引っ張ってきた牽引者という形になってますね。まあそういうちょっと話があるんですが、まあ、私はですね、子どもの時から、まあ、手塚さんの漫画を読んで、そして、漫画ばっかり描いてました、そして母親がですね、そういう私を見て、もしかしたらこいつは絵がうまいんじゃないかと思って、絵画の先生につけるんですけども、個人レッスンで、5年ぐらいやりましたね。クロッキーから始めて油絵から彫塑から全部やったんですが、
どうしてもあの絵が漫画っぽくなるんで、あのいつも怒られて、で怒られるのが面倒くさいから、私はもう絵はやめたと言って、やめさせられました。そしたら、なんと今度は塾に行けというふうに言われてですね、昭和34年、時代にですね、塾と家庭教師、つけられまして、私立中学を受けろと言われました。で私はまあそんな成績良くなかったもんで、無理やりですね、あの広島大学附属と、修道高校、修道中学を受けて両方とも落ちました。落ちたけども山口県岩国市にですね、高水附属中学というのがありまして、6年一貫制の。でまあそこに入って、それからまあ、高校受験がないもんだから、この6年間は非常にですね楽しく漫画を描いて、暮らしました。ただあの子供の頃漫画家になりたいと言ったのはですね、ちょうど子供がサッカーの選手になりたいとかプロ野球選手になりたいというようにですね、まあなかなか実現ほとんどできないような夢なんですけども、中学校になった時に本当に漫画家になれるのかと考えたら、現実を考えたらですね、これはとてもなれるもんではないと。お医者さんとか弁護士というのは資格を取ればまあなれる職業ですね、頑張ればなれる職業なんですが、漫画家というのはですね、頑張ってももうもともとなれないやつはなれないし、頑張らなくてもなれる人はすぐなれちゃうという、そういう世界なんで、まあいわゆる才能の世界なんですけども、それでまあこれはダメだろうと思って諦めまして、一般の大学に行くことにした。その時にちょうどテレビで新聞記者の事件記者というのを NHK でやってたんですけども、新聞記者もいいなと思って高校の先生にですね、新聞記者になるのはどうしたらいいかって聞いたら、変な質問したんですけど、そしたら先生も変な答え返ってきまして、早稲田大学に行ったらいいんじゃないかって言われました。確かに当時はですね、新聞記者になるのは早稲田大学は圧倒的に多かったですね。それでまあなんとか早稲田大学に入って、それから漫画研究会に入ったと、まあ、あのそういう歴史があります。早大漫研っていうのはですね、当時からかなり漫画家を輩出しておりまして、庄司貞夫さん、多分知ってる方もいらっしゃると思いますが、それからギャートルズで書いた園山俊二さんとか、多分皆さんがよく知ってるのはあの今クイズ王になってる薬満ですね、彼も早大漫研だし、それからケラ英子さんっていう私んちっていうのを書いた、あと弁護士のクズって書いた井浦秀夫さんとかね、から深夜食堂っていうのを書いた安倍野郎さんとかね、笹生明さんとか、まあいろいろ漫画家がたくさんいます。ただ変わり種もいまして、ドラクエを作った堀井雄二っていうのがいるんですが、彼も早大漫研で、それから桃太郎電鉄を作った土井隆之、彼も早大漫研、あともうちょっと変わったところで映画評論家で町山智博っていうんですけどね、彼も漫画研究会ですよね。まあそういうところに私は4年間いました。そしてあのアルバイトとしては、漫画家の原稿取りのアルバイト、出版社に頼まれてどこどこ先生の原稿が出来上がるから取りに行ってくれと、で言われて、まあ簡単な仕事だと思って、約束の午後2時か3時ぐらいに行くと、まだできてません、待ってください、で4時5時6時7時お腹が空いたんでって言うと、向こうがなんかラーメンとか出してくれるんですけども、で8時9時10時11時っていう頃になって、やっと漫画が上がりましたって原稿を持ってきた時の先生がですね、真っ青になってフラフラになってるんで、相当これは大変な仕事だなと思って、もう俺なんか絶対漫画家になるまいとその時は思ってました。でまあそういう形で漫画家にはならないと思ったんですが、せっかく漫画が描けるんで、なんかこの漫画の技術を生かせる仕事はないかと思って、そうだ広告があるなと、CM の業界ですね。でこれはやっぱり絵心がある人が、あのテレビの絵コンテなんか作るのが本当の漫画のストーリーを作るのと同じですから、そういう業界に行こうと思った、そして広告代理店はですね、今もそうかな、就職運動するのは今4年の7月ぐらいですか、解禁はそれは決まってないんですね。我々の時は大学の4年の7月からだいたい就職が解禁されるんですが、お互いというのがありまして、金融機関はだいたい3月とかそのあたりで決まるし、メーカーは4月5月あたりで決まりましたね。で私はあの宣伝の有名な松下電器、今のパナソニックですけども、松下電器、サントリー、資生堂というところにですね、
照準を絞って、受けて、たまたま一番最初にあったパナソニックがですね、松下電機が採用をしてくれたんで そこへ行くという形になりました。松下電機に入ってですね、まあ、これ本社大阪にあるんですけども、松下電機当時、850人ぐらいですかね、同期入社が、すごい数です。で、私の希望する部署っていうのは1人か2人しか入れないところで、えらいところ来ちゃったなと思ったんですけども、まあ、半分理科系としてもですね、400人以上の中の1人か2人なんで、これは大変だなと思ってたんですが、まあ、いろいろ、研修期間中にですね、いろんなことでアピールして、販売店実習なんかでもですね、自分で手書きのポスター作ったり、プライスカード作ったり、それからイベントを企画したりして、やってたら、営業所の見回りの人が、人事の人が見回ってきて、こいつは誰だということになって、本社の人事に僕の名前が多分知れ渡って、11月の配属の時には、その1人か2人、僕の時は2人だったんですけども、本社の販売女性部というところに入ることができました。で、まあ、これは万々歳なんですね。で、この時は僕は、ポスター、カタログ、チラシ、カレンダー、そういうのを作って、辰木義原さんとか、篠山紀信さんとか、そういう方々のカメラマンとかと一緒にカレンダーを作ったりとかですね、プライスカードとか販売店、ナショナルショップっていうのが当時あったんですけども、店頭装飾のデザインとか、そういうのを受け持つところで、私は主に POP というか、ポイントオブパーチェスという、まあ、店頭広告ですね、動くような、そういうものを担当して作っておったんですが、そういう部署に3年間いました。ただそこで、3年間は何やってかというと、自分がですね、制作するんではなくて、まあ、交流のあるデザイン会社さんとか、企画会社さんの人たちと、まあ、仕事をして、本社側はですね、依頼して出来上がってきた作品を見たりして、それでちょっとケチつけてもう一回返したりして、ただ要するにアートディレクターという仕事なんですけども、それをやらされていたんでですね、自分で手仕事で描けないっていう不満がずっとありました。そしてある時、大阪で、そのデザイナーの人たちと飲んでて、終電がなくなったんで、彼らのアパートへ、まあ、雑魚寝しに行って、そのあくる日はそのまま会社へ行くということをやってたんですが、結構みんな酔っ払って飲んで、私が夜中の3時頃ふっと目を開けて目を覚ましたら、向こうの方で光がライトがついててですね、一生懸命何か描いてると。でそーっと後ろから行って覗いてみると、応募する漫画をですね、一生懸命彼は描いておったんですね。またある時はですね、こちらやっぱりまた梅田あたりで飲んで、自分の寮に帰る時に、そのデザイン会社の前をタクシーで通った時に火がついてたんで、ちょっと寄ってみようかって言ったらですね、その会社は、私が頼んだ仕事をですね、全員がですね、夜中の1時2時3時ぐらいまで、まあ、今でいうブラック企業かもしれませんけども、一生懸命仕事をしててですね、非常に申し訳ない気持ちがして、自分は本当にこのままですね、大会社の大手の会社のですね、アートディレクターでいいんだろうかという反省があって、やっぱり自分は向こう側にいるべきじゃないかというふうに考えて、3年間経ったところで会社を辞めました。辞めるきっかけはですね、なかなか難しいんですけど、当時その本社の販売女性部はですね、3年目ぐらいからニューヨークのアメリカ松下のパナソニックっていう、当時は外国製品だけパナソニックって言ってたんですけども、パンナムビル、パンアメリカンビルに支社があったんですが、そちらの方に行かないかっていうオファーが来まして、そこでニューヨーク勤務を受けちゃうと、もう漫画家になる夢が絶たれると思ったんで、返す言葉でですね、辞めます、辞めたいんですって言ったら、部長はですね、あ、そうか、そっちがいいかもなってすんなり受け入れてくれて、ちょっと拍子抜けしましたね。少し止めてくれればいいのにという感じがしました。ただ僕は会社にいる頃からですね、みんなの似顔絵を描いたりですね、労働組合で松下幸之助さんの似顔絵を描いて、多分怒られたりしたんですが、絵が結構漫画がうまいというのが知れ渡ってたんで、やっぱりこいつは辞めるかという雰囲気で、みんなが非常に協力してくれて、円満退社というか、そういう形で辞めました。で、私はどちらかといえば人付き合いが非常にいい方で、デザイン会社さんの人たちとも非常に交流があったんで、辞めた後ですね、フリーになった時に
広告の仕事が山のように舞い込んできまして、当時辞めた時の給料が12万円ぐらいだったのが一気に30万円を超えるというですね、3倍ぐらいの収入になりましたね。やっぱりこれもなんか人間関係を良くしてたせいかなというふうに思いまして、それでまあ結構お金には困らなかったんですが、でも漫画を描かなきゃいけないんで、そういうたくさん仕事を引き受けながらフリーでまあイラスト描いたりしてたんですけども、そういう仕事を受けながら漫画を応募して、ビッグコミック、さっきのねビッグコミックが応募してた、公募してたんで、ビッグコミック賞というところに出したら、4回出して3回入選したんですね。そしたらもう小学館の方からですね、漫画家になりたいんなら来ないかと、今の仕事を辞めて漫画家になれよというオファーがありましたんで、それまでやってたイラストとかディレクターの仕事をどんどん減らしていって、漫画の読み切りから増やしていって連載に行くという、こういう形で全く破綻なくですね、非常にうまく収入が下がらずにやれたという気がしました。ビッグコミック賞、私と一緒に賞をもらった人がですね 3,4 人いるんですけども、一人はですねハートカクテルの渡瀬製造さんという方、もう一人はこの間亡くなったんですけども孤独のグルメを書いてた谷口二郎さん、その辺が同期の漫画家だしですね、そして、まあ漫画家になって、まあ今に至っているということなんですが、漫画家の職業ということをちょっとお話ししますとですね、まあ漫画家というのはですね、まあどうやってなれるかということなんですが、さっき言ったみたいにですね、漫画賞に応募するというやり方と、漫画家さんのアシスタントというかお手伝いに入って、そこで漫画家さんのバックとかね、後ろの背景を描きながら手伝ってるうちに入ってくる編集者ということはまたお話しますけど、出版社の人が来て出版社の人と話してるうちに君も描いてみないかという形で描いてみて漫画家になるという方法と2通りあります。そして漫画家はですね、まあこれ皆さん興味があるところだと思うんですが、収入はどれぐらいあるかというと、これはある人とない人が極端に分かれてます。これほど貧富の差が激しいというか格差社会はないんですけども、漫画で生活できる人たちどれぐらいいるかちょっと想像つかないんですが、やっぱり1000人から2000人ぐらいは日本の中にはいるんじゃないかと言われてます。でもまあそのうち半分ぐらいは高額納税者という気がしますね。あと普通の漫画雑誌に書いてなくてもコミケというようなですね、アマチュアの人たちが同人誌の中で書いているアンダーグラウンドな世界があるんですが、コミケの中の漫画家もですね、年収1000万を超える人はたくさんいますので、これはなかなかすごい業界だと思います。まず収入はですね、原稿料というのがありまして、漫画1ページこう書くと、まあ、この1ページがだいたい新人さんで1万円ぐらいですかね。で、我々ベテランになると、まあ、これは人の原稿料は分からないけど、まあ5万円ぐらいですか1ページ。そうすると1回で、まあもし20ページ書くとしたら、1回1週間20ページ書くとしたら、それで100万円ぐらいというんですかね、1週間で。だけど漫画家の原稿収入っていうのはそれはごく一部で、本当は印税というのがあります。これは漫画家に限らずですね、あらゆる出版なんですけども、小説家もそうなんですが、本が一冊売れたらいくらリターンがあるかということなんですね。漫画の場合はコミック雑誌、これが雑誌はコミック単行本ですよね。これがだいたい一冊500円前後だと思うんですけども、一冊あなた方が買っていただくと漫画家にはだいたい50円ぐらい入る。約1割がですね、漫画家の元に入ります。原作付きだったら、半々ですから2割5分ずつですね、25% ずつが、5% ずつが入るわけですね。したがって例えば、一部売れたら50円ですから、1万部売れたらいくらになるのかな、50万円か、100万部売れたら500万、違うわ、もっとだね、どれぐらいか分かんなくなる。例えばよく売れてる漫画家で1億冊2億冊っていう人がいますね。高橋留美子さんとか、ゴルゴ13の斉藤先生とか、その辺はだいたい2億冊ぐらい売ってると思うんですが、
2億冊だと100億円ぐらいですね、入るのが。まあ、もちろん税金がありますから半分ぐらいは税金で取られるんですけども、やっぱりそういう世界で、一番売れてるワンピースだと4億冊ぐらい売れてるはずですから、200億円ぐらいは尾田栄一郎さんのところに入ってるという、まあそういう世界ですね。そしてまあそれだけじゃなくて、キャラクターが広告に出ると広告料と言われます。まあ私の場合、島耕作というキャラクターがまあいろんなところで、黒猫大和とかいろんなところで使われると、大体これも使った期間によりますけども、1000万円とか2000万円とか、そういうお金がですね入りますし、あと商品化券もあります。それから消しゴムにこうキャラクターをつけたら、それが1個いくらで入りますし、それから映画とかテレビ化されるとね、これはそんな高くないんですが、300万円とか500万円とかというテレビ化券が入るんで、当たる人はすごいんですけども、当たらない人はですね、本当にコンビニで生活してるという人はいっぱいいらっしゃるんで、これは本当に天国と地獄というところですね。ただ本当にこの漫画雑誌の中で連載の枠を取るというのは椅子取りゲームみたいなもんですから、みんなすごい努力をしてるんで、原稿を落とすような人ってはすぐ淘汰されますよね。面白い漫画を描いていても締め切り守らない人がいると、そこにですね、締め切りで落としたところに新しい新人が入ってきますんで、その新人の人気投票が良かったら、その人は今度その彼の椅子を取ってしまうわけですから、なかなか結構みんな死に物狂いというところはあると思います。漫画はどうやって作られるのかと言いますと、さっき編集者と言いました。出版社にですね、出版社にはまあもちろん普通の会社のように経理とか人事もあります。それから営業もありますけども、制作部門がありまして、これが小説とか漫画を作る部門なんですが、そこで働いている人をですね、編集者というんですね。編集者というのはどういうことをやるかというと、その漫画家なり小説家と一緒になってですね、アイデアを考えたりとかですね、それから締め切りを守らせるために一生懸命お尻を叩いて書かせるとかですね、それからいいアイデアができるようにいろんな情報を与えるとか、一緒に飲んだりするってことも編集者の仕事なんですね。まあ言ってみればですね、出版社所属のプロデューサーとでも言いますかね。だから若い漫画家にはですね、例えば集英社、ジャンプの漫画家さんっていうのは非常に若い人が多いんですが、彼らにつく編集者はですね、大体年上なんで、彼らにですね、漫画の書き方を教えたり、そしてから場合によっては脚本まで書くケースもありますね。私は実は珍しい漫画家で、編集者とは一回も打ち合わせをしないという、そういう漫画家なんですが、まあ大体はですね、漫画を作品を書く前に編集者とまずネームというかアイデアを作った、絵コンテみたいなやつを見せて、それでもって編集者がですね、ここをこういうふうに直した方がいいんじゃないかというふうに返して、でまた直して返して直して返して、よしこれでいこうという形で書き始めるというのが普通なんですね。それは東京のですね、ファミリーレストランとか行くと大概ですね、東京の西には漫画家が山のようにいますんで、編集者と漫画家いろいろ打ち合わせしてるとよく見かけますけども、そういう形で一心同体となってやる。かつて重版出退というテレビドラマがありましたよね。あれが編集者の仕事ですね。漫画家にいかにやる気を持たせて、あと映画でバクマンというのもありましたが、あれは少年ジャンプの、編集者と漫画家の話ですよね。でこの編集者というのは自分は漫画は描けない、小説は描けないけども、漫画を見る目はある、小説を批評できる 目がある人がなるもんで、結構才能のある編集者もたくさんいます。ただこの編集者はですね、非常に倍率が高いんで簡単にはなれない。これは漫画家と同じでですね、大手の出版社だと、例えば講談社とか小学館だと、400倍から800倍ぐらいですかね、1000人受けると1人か2人しか受からないという、まあ、宝くじみたいなところなんですけども、そういうところをまあかいくぐってきて、やってる人たちなんで、割とまあどちらかというと優秀な人が多い気がします。この編集者はですね、場合によってはその漫画家に、アイデアを提供しているうちに、これは会社を辞めて自分で独立して、漫画原作者になった方がいいんじゃないかという人が結構いてですね、それで、なるというケースが多いです。
例えば浦沢直樹さんっていうですね、20世紀少年とかマスターキートン、モンスターで、やわら、こういう漫画を描いてる浦沢直樹さんはですね、小学館の長崎くんという編集者がいて、彼がずっと担当だったんだけど、彼は今あの長崎くんはフリーになっていろいろやってますね。それからあの金田一少年の事件簿をやってた木林くんって少年マガジンの編集者だったんですけども、彼はあの神の雫っていう今あの世界的に大ヒットしてワインの漫画とか書いて、吉祥寺にすごい豪邸を建ててるという、そういう編集者です。あとあの受験の漫画でドラゴン桜ってあったんですけども、このドラゴン桜、が三田則房君が書いたんですが、まあ、東大に入る漫画ですよね。で、まあ、三田君はですね明治大学出身なんで東大ではないんですが、この編集者がですね2人、松村君と佐渡島君というのがいて、2人とも東大なんですね。で特に佐渡島君はですね灘高から東大に行ったんで、あの要するに灘高の受験のレシピをですねその漫画に全部こうバーッと入れちゃった。だからドラゴン桜の勉強の仕方あながち嘘ではないというか、灘高のやり方のようなんですね。だからでもこの佐渡島君もあの今独立してフリーになって宇宙兄弟とかそういうあたりの編集をやったりしてますね。まあ、だから編集者もですねなかなかあの自分は絵は描けない、小説は文章は描けないかもしれないけど、あのいい作品を見る目はあると自信を持っている方だったらぜひですね、そういう形で、まあ儲かる時は儲かるという、アメリカンドリームみたいな業界、まあ、世界がこの業界にはあるということですね。まあ編集者はあのすごい倍率が高いんで給料もまた非常にいいんですね。おそらく僕の、小学館 の, あの新入社員 の, あの女の子が一回僕の担当ついたんですけども、あまりに給料がいいんでお父さんがブータれて辞めちゃったという、会社を辞めて牧道になったという話を聞きましたけど、その当時の講談社3、4年前かな、初任給が5、6年前だね、初任給が27万円で、まあ、これだけだったらまあまあ高いなという感じなんですが、あのここは残業がたくさんつくんですね。漫画家と一緒に行動しなきゃいけない。だから、編集はだいたい漫画家と一緒に行動するから出社が午後1時なんですね。漫画家はだいたい午後1時からあの仕事を始めるんで、午後1時から延々と漫画家が午前4時までやってると、午前4時までやっぱり付き合わなきゃいけないというんで、あのどれぐらい残業をしてるかって測れないんですね。だから、まあ、昔から裁量労働制も取ってましてですね、一律1ヶ月で編集手当というか残業手当まとめてくれるんです。それが新入社員でも25万円、つまり27万円と25万円で、入ったばっかりで52万円というですね、とてつもないお金がもらえるというですね、まあ、これは講談社ですけども、他の出版社は知りませんけども、そういう世界もあるということですね。で、まあ、私の漫画はですね、あのエンターテインメントだけではなくて、あの非常にあの、まあ、リアルで、それから社会派のジャンルなんですね。したがってあの想像でなかなか描けない、島耕作もそうだし、政治漫画を描いてた時は梶竜介の儀っていうんですけども、これもやっぱり政治家とか役人とですね、もちろん財務省にも行ったし、あの国会にも行きました。そうやってこう取材を重ねていってですね、情報を得てそれを漫画の中に落とし込むという、まあ、そういう仕事をやってるんですが、あの本当にあの取材が命なんですね。で、島耕作の場合はですね、まあ、現在の経済状況をまず調べる、もう日本経済新聞とかそういうところの、まあ、記事は読みますし、なかなかあの漫画書いてるから自分で読む時間がないので、さっき言った編集者ですね、編集者にですねいろいろ調べてもらうんですね。私漫画書いてる時に耳が開いてるんで、あのテレビとかラジオのですねニュース番組をずっと追っかけて聞いてるんです。で、気になるニュースとか気になる情報があったらですね、それを書き留めておいて、担当編集者にですね、これについて調べてくれないかというふうに渡すと、まあ、彼らやっぱりとりあえず優秀ですから、いろんなことを調べて、持ってきてくれる。で、それを見て、あ、なるほど、あとはその話題の小説なんかも、まあ、読む時間がないわけですね。オラオラでひどりいぐもっていう今年 の, あの、ね、芥川賞の小説も読む時間がないんですね。その時はですね、担当編集者に代わりに読んでもらうんです。代わりに読んでもらって、レポート用紙2枚以内にまとめてちょっとくれって、でわーって見て、ああそうか、そういう話なんだ、なるほどねって、自分より大切な子供はいないとか、なかなかですね、
素晴らしい、やっぱり自分が中心だみたいな、ちょっと新しい視点のですね、まあ、おばちゃんの話なんですけども、非常に感動する。でちょっとあまりにも興味あるんで、私は結局それを後でトイレに入りながら読んだんですけども、本当に素晴らしい。だからそういう形で編集者はですね、漫画家に対していろんなですね、情報の手助けをしてくれる、そういう仕事なんですね。で、まあ、島耕作の場合はですね、さっき言った経済状況も調べるし、それから日本の家電状況、あるいは中国で家電業界はどうなっているか、そのためにはもちろん中国に行きます、編集者と一緒に。もう上海には7、8回行きましたし、ロシアを書いた時はロシアにも行く、インドにも行く、ブラジルにも行く、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、島耕作はですね、海外を舞台にしているサラリーマンの話なんですけども、その、現場には必ず行きました。インドにも 2,3 回行きましたし、ニューヨークには 5,6 回行きましたし、そういう形で、まあ、ちょっと楽しい仕事なんですけども、結構大変で、いろんな人から話を聞く。それから私の、出身のパナソニックは世界中にありますんで、パナソニックの工場に行って、例えば中国は今どういう状況なんだ、タイはどうだ、ミャンマーはどうだという話を聞いて、それをまた漫画に書いていくというやり方をやるんですが、まあ、そういう形で、取材をすると、あともう一個ですね、漫画家の場合の取材というのは写真を撮らなきゃいけないんですね。絵を描かなきゃいけないんで、例えばニューヨークのポスト一つにしたって日本のポストと違いますから、ポストの形、あるいはその下水管の形とか、下水のこの水道線の形とかですね、そういうのも全部写真に撮って書く、それが結構大変です。もちろんアシスタントも連れていくことありますし、中国に行った時はですね、上海のある A 地点からですね、午前10時ぐらいから今から2時間、5人だったら 5方向にですね、 A 君 B 君 C 君 D 君 E 君と言って、行って帰るだけの、このそれぞれ行って帰るだけの写真を全部、街の写真を撮るっていうやり方をして、お昼頃に集合して、また、お昼から今度 B 地点に行って、またこう写真を撮るという、何百枚という写真を撮って、それを資料にして書いてるということですね。漫画の例えば中国の上海の写真をですね、雑誌から抜いちゃったりすると、これはですね、その雑誌のカメラマンの著作権に引っかかってしまうんで、必ずやっぱり自分で撮らなきゃいけないっていう、これは大変なところです。漫画家の場合はですね、今のアシスタントは撮った写真をですね、漫画のコマの大きさに縮小してですね、それをトレースするんですね、下から光を当てて。だから本当にものすごいリアルな街の絵って描いてるのは、それは写真をトレースして描いてるということです。それからあと島耕作は今、会長になりましたんで、家電業界以外の仕事をしておりまして、これがですね、農業とか漁業ですね。その取材にオランダにも行きました。オランダはですね、今ハウス栽培とか産卵ですから、そして漁業だったりしたら和歌山県のですね、近畿大学のマグロの養殖のところとかですね、そういうところに行って、取材をします。それからまあ、島耕作財界の今会長、経済連の、代表になってますから、まあ、経済の経団連とかですね、経済同友会をちょっともじったところなんですが、ああいう経済団体のですね、トップになると政治家との付き合いが非常に多くなるんですね。で今その総理たちと飯を食うというシーンとか書いてるんですが、こういうのはどういうところで財界のトップは飯食ってるかっていうのも取材しなければいけないですね。これなかなか取材現場に入るのは難しいんですが、私梶龍介の儀っていうのをやってた頃はですね、永田町で取材してたんで、政治家の人と非常にパイプができたんで、彼らともよく一緒に飯食ったりするんですが、そういうところにやっぱり財界のトップとかも来たりしますし、孫正義さんも来たりとかですね、そういう現場を見てるんで、それをそのまま漫画に書いてるんで、私の漫画はですね、ほぼリアルな状況を書いてます。もちろん若干こう数字とか人間の雰囲気は変えてますけども、これはもしかしたらこういう人かなと想像して読んでいただくのもいいかと思います。そういう中でですね、私は黄昏流星群っていう漫画も書いてるんですね。これは中高年のラブストーリーのおじいちゃんおばあちゃんの恋愛の話なんですけども、それを取材してる時にですね、まあ、高齢者のラブストーリー、ホームとかそういうところ行って取材してるうちにですね、いろんな情報が入って、高齢化社会というのがですね、分かってきました。
今日はですね、その、来たるべき日本の未来のですね、高齢化社会についてですね、ちょっと話をしてみたいと思います。15年後、2033年なんですけども、なぜこれが2033年かといいますと、団塊の世代、我々の世代がですね、まあ、バタバタと死んでいく頃なんですね。あの大きな塊の人たちが亡くなっていくということは、日本の人口がぐーっと減っていくということです。現在あの平均寿命、男が81歳、女が87歳ですけども、私が生まれた1947年、昭和22年っていうのはですね、調べましたら男の平均寿命はですね、なんと 49.何歳なんですね。49.何歳、女性が 54.何歳ですね。もちろん戦争があったにしたってですね、女性もこのかなり低いということは、まあ、乳幼児のですね、死亡率が高かったということなんでしょうけども、それから比べたらですね、特に医学の発達もありますから、人間が今どんどん長生きするという時代になりました。さて、長生きをする、日本は長生きの長寿の国だ、ハッピーだと言っていられるかどうかということなんですね。本当に長生きして、みんなが長生きすることが幸せな社会かということになると、これはちょっと意外とそうでもないということが分かります。まず2030年以降ですね、日本人口が減少するんですけども、2030年には今から1000万人以上減りますね。2045年、まあ、皆さんが、まあ、40代後半の頃ですね、1億人を割りますね。そして皆さんが60歳くらいになった時は2060年ですけども、8600万人、かなり人口減ります。そして100年後、まあ誰も多分生きてないですけども、100年後は日本はですね、4300万人というですね、非常に小さな国になってしまうんですね。人口が減ればですね、まあ、GDP も下がりますし、国力も下がります。したがって今日本は世界の GDP3 位ですよね。アメリカ、中国について3位ですけども、2060年ぐらいにはですね、今世紀半ばぐらいには約10位になるという予測がですね、フォーブスかなんかの雑誌に出てたと思うんですけども、それぐらいですね、日本の国力も下がっていくということですね。そしてもうここにいる皆さん誰もが直面する問題が介護なんですね。60を過ぎてですね、例えば20年30年行きますけども、その間にですね、親の介護をして自分が介護されるという、そういうことをですね、皆さん必ず経験するわけです。で、昔はですね、介護とか地方老人とかという言葉があんまりなかったというか、それが問題にならなかったのはですね、地方になる前に、つまりボケる前にみんな死んでたんですね。ところが今はですね、まあ、幸か不幸かと言っちゃ悪いんですけども、医学が発達しまして、人間がなかなか死ななくなった。もしがんの特効薬でもできればですね、みんなすごく長生きするわけですよね。でもその人たちは働けない状態でただ生きているということです。誰かの世話でただ生きているということですね。生産しないで税金で養ってもらう人間がどっと増える時代が来る。さて、これはどういう時代でしょうかっていうんですね。その税金は一体誰が払うのかと、つまりあなた方になるわけですね。今の若い人たちがですね、働いて、つまり所得税をもらっている人が、その中からその老人を養わなきゃいけないということなんですね。若者が少なくて年寄りが増える。一人の所得税で一人以上支えられるか、ここに面白い統計がありまして、これはですね、2015年に人口問題研究所、国立社会保障人口問題研究所というところが出したデータなんですけども、2060年にはですね、2.5 人に1人が65歳以上、そして、皆さんが、2025年にだから皆さんが20代後半の頃はですね、65歳以上が 30% を超えます。だから3人に1人が高齢者なんですね。そして2035年、皆さんが30代後半になる頃ですね、33.4% が65歳以上ですから、本当に完全に3人に1人がお年寄りになります。
そして、どれぐらいの割合で養うかというと、私がですね、皆さんと同じぐらい の学生の頃、1970年の時にはですね、9.8 人の税金で1人のお年寄りを養うという時代です。ところが2020年はですね、2人で1人のお年寄りを養うというすごいところですね。つまり税負担がすごく大きくなるということですね。そして、2050年、皆さんが50歳を超える頃はですね、 1.3 人で1人の老人を養うということになる。自分の親が2人いる場合はですね、自分の親ですら養えないという形になりますよね。さあこれはどうしたらいいんだろうということですよね。そうなってくると、これは、収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入のない人から税金を取るというのは何があるでしょう。物を買ったら税金を取れる、つまり消費税ですよね。これは収入がなくても、例えばここコンビニで100円のものを買うと何パーセントか税金を払ってるわけですから、これがもっともっと上がるということですね。収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入のない人から税金を取るというのは何があるでしょう。物を買ったら税金を取れる、つまり消費税ですよね。これは収入がなくても、例えばここコンビニで100円のものを買うと何パーセントか税金を払ってるわけですから、これがもっともっと上がるということですね。収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入のない人から税金を取るというのは何があるでしょう。物を買ったら税金を取れる、つまり消費税ですよね。これは収入がなくても、例えばここコンビニで100円のものを買うと何パーセントか税金を払ってるわけですから、これがもっともっと上がるということですね。収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入のない人から税金を取るというのは何があるでしょう。物を買ったら税金を取れる、つまり消費税ですよね。これは収入がなくても、例えばここコンビニで100円のものを買うと何パーセントか税金を払ってるわけですから、これがもっともっと上がるということですね。収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入のない人から税金を取るというのは何があるでしょう。物を買ったら税金を取れる、つまり消費税ですよね。これは収入がなくても、例えばここコンビニで100円のものを買うと何パーセントか税金を払ってるわけですから、これがもっともっと上がるということですね。収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入のない人から税金を取るというのは何があるでしょう。物を買ったら税金を取れる、つまり消費税ですよね。これは収入がなくても、例えばここコンビニで100円のものを買うと何パーセントか税金を払ってるわけですから、これがもっともっと上がるということですね。収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入のない人から税金を取るというのは何があるでしょう。物を買ったら税金を取れる、つまり消費税ですよね。これは収入がなくても、例えばここコンビニで100円のものを買うと何パーセントか税金を払ってるわけですから、これがもっともっと上がるということですね。収入のない人からも税金を取らなきゃいけない。収入になってきますよね。全然こう違う形になってきますが、その点で何かこう苦労されたとかですね、なんかあるいは失敗されたとか、そんなことは何かありますでしょうか。失敗したのはたくさんあるんで、時間が足りないんですけども、でもこれも失敗から成功に導いてくれたものもたくさんあるんで、その当時はもう本当に寝れない日があったりですね、なんでこんなに辛い思いしなきゃいけないんだっていうのがあったんですけども、本当振り返ってみたら、こう今こうやってお話しすることもそうですし、自分がその経験をしてきたからこそ、こうまた新しい自分に発見できていけるっていう、成長できてるっていうのは感じますし、なんか最初の方に言ったね、とにかくいろんな経験が全部生きるんで、辛いと思ったことは振り返ってみれば我々話になることっていうのは、今辛いことがある人はそう思わないかもしれないけど、あったな、そういうことがっていう、多分皆さんのお母さんたちなんかってよく言ってることは多分聞き入れられないと思うんだけど、
今と時代と違うからってでお父さんとかお母さんが話してることは聞けられないと思うけども皆さんがその年になったら多分同じことを言ってると思いますで言っても今ポカーンとするから言わないよと思ってるかもしれない必ず言いますそうやって苦労されたことが全てもう今の人生に役に立っているということです無駄なことも結構ねやってるかもしれないですけど立っていると思います。あの監督を辞められてから、まあ、野球解説者に復帰されたわけですけどもあの去年からこの広島大学の大学院教育学研究会に入学されたわけですけどもあの大学院で勉強をあのして生まれたきっかけは何かありますでしょうか。そうですね、やっぱりまあ温故知新じゃないですけどやっぱり皆さんがの今の現在の主役である皆さんのその時代の今どういうふうなことを教わっているのかそしてどういうふうなことを考えているのか我々の時とは数段にこう発展していると思うんですよね。そういった中で自分が学ぶことによってやはり共存していかなきゃいけないわけですからもしかするとまた指導する立場になるかもしれないし、そういう人を育てる立場になるかどうなるか分かりませんけどもやっぱり今の主である皆さんの考え方とか知識っていうのを理解してなくしとかないとですね、自分たちが経験したことは、まあ、今日偉そうに話させてもらってますけど偉そうに言ってもやっぱり伝わらないことってたくさんあると思うんですよ。その伝え方っていうのはどうしたらいいのかなっていうのを学びたいのが一番です。で頭ごなしにこうしろとか、まあ、実際に我々の時代っていうのはこうやれとかこうしなさいなんでなんか言えなかった時代ですからそのなんでが言えるっていう時代って本当に素晴らしいと思うんでそのなんでっていうことに対して自分の意見を持ったりするっていうことはこれから皆さんがどん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 勉強してですね言葉の伝え方っていうのは大切にしていくとよりもっと開かれてくるんじゃないかなっていうふうに思います。我々の時代をやれって言ったらはいしかないじゃないですか、まあ、もしよろしければ研究の内容といいますかですねどういった研究になるんでしょうか。簡単に教えていただければありがたいんですが。あ、僕ですか。はい、僕はですね今研究しているのは、フォースタンス理論っていう人間の体の特性、です。フォースタンス理論っていうのは人の体の動かし方にはいろんなタイプがあるんだよということです。で、なんでこのことを勉強しようかなと思ったのが、監督時代に指導した選手の中で自分とタイプの違う選手、体の使い方ですよ、タイプの違う選手に対して指導した時に、自分の色、自分の音ができるから君もできるだろうっていう考え方を持ってたところは正直ありました。でもそれをやることによってその子はうまく一生懸命練習するんだけどうまく理解できなかった、理解はするんだけど体が動かなかった。そのことにこう時にフォースタンスっていうことに気がついて自分も本当に申し訳なくてその選手には後々申し訳なかった、自分僕の勉強不足ですごく理解しづらかったよね、理解するけど体は使えなかったよねっていうと正直に彼は頭では本当に一生懸命教えていただいて自分では頑張ろうとするのに体をうまく使うことができませんでしたっていうところから、まあ、今回今研究といいますかね修士の方でそれをロボットとして出したいなというふうに今研究してます。ということでちなみにちょっと皆さんちょっと疲れてきてるんでその場に立つのは難しいけどじゃあちょっと立ってみましょうか。立ってください。ちょっと立ってですねちょっと背伸びしてください。背伸びはい、背伸びしてください。はいはい、じゃあ手を下ろしてじゃあ肩を後ろの人前の人当たらないで肩を回してください。いいですか。肩回してた。はい、ありがとうございました。じゃあ座ってください。なんで今立ってもらって肩を回してもらったかというと今お話をした肩を回してください、あえて僕は前に回すし、ね、学校の先生、体育の先生に前に回すことをしませんでした。
皆さんの中ではこう回す人もいるし、こう回す人もいるし、こうする人もいるし、こうする人もいるし、こうする人もいる、みんな違うんです。それで自然にやったでしょ。だからそれぐらい人の体っていうのは使い方が違うんです。今日は多分皆さんあのスニーカーっぽいのね、靴履いてるかもしれないけど、今度は、まあ自分の靴でもいいし、人の靴の足の裏の滑り方見てください。靴の裏のかかとの部分、つま先の内側部分、外側部分、かかとの外側部分、みんな足のその滑りところが違うと思います。でそれが今度スポーツになってくると、結果的に体重のかかり方が違うんで、動かし方が変わってるので、バッティングだったりシュートだったりすると、バレーボールのレシーブだったりすると、いろんなことがこう指導を同じにすると、反応する選手の方はコンフィーズするっていうことですよね。はい、よかったでした。はい、ありがとうございます。今その研究されていることを今後ですね、どういうふうに生かそうというふうに考えていますか。卒業したんですね。そうですね、これも今研究してて、じゃあこうだからこうしろっていうことは、最終的には研究だからそうしないといけないとは思うんですけども、決定つけようとは思っていません。で、最終的にじゃあ何をしたいのかっていうと、僕は、野球をずっとやってきたので、野球をやられている、指導者底辺の小学生だとか、中学生ぐらいの人たち、指導されている人たちが一方通行な教え方、例えばですね、 A 小学校の、B 監督がですね、イチロー選手が大好きで、イチローの打ち方をやったら打てると思っている監督さんがいたとします。ただその生徒10人全員にみんなイチロー選手の打ち方をさせても打ちづらい選手がいると思うんですね。でそれをある程度この僕が研究したことをその監督さんとかそういう人たちに知っていただいてですね、もしその選手が打ちづらかった時にはタイプが違うんだなっていうことを少し頭に入れれば違うアプローチができるんではないかっていうことを、まあ、ざっくりですけどそういう底辺のところに、指導者の方が、ね、理解していただいて、知識を少し持っていただいて指導に当たっていただければ、やっぱり10人いたうちの、まあ、僕も野球全然練習だけど打てないから、もう野球やめたサッカー行くっていう人たちが減るんではないか、逆にサッカーやった人がやめて野球に行くとかいろいろあると思うんですけども、その競技をやめなくて済むんじゃないかなっていうところにつながっていくんではないかなっていうふうに思っています。一人一人をきちんと見て、その一人一人に合った指導法でちゃんとしていくということですね。そうですね。で、まあこれは体の身体特性だけではなくて性格的なものまでやろうと思ったんですけども、それやると、なかなか長いんで僕は、ちょっと妥協したんですけど、多分皆さんの中でもそうだと思うんですよ。先生の、授業を聞いてて、あ、この先生面白いなって引きつける先生と、この先生つまんないなって言って、授業だけ聞く人もいろいろいると思いますし、先生のアプローチの仕方もやっぱりあっていいと思うんですよね。A 君、B 君、C 君に関してはとにかく、A 君、B 君、C 君っていうのはいいですか、ちょっと話させてもらえて、で、野球のことですよ、僕は全ての野球から学んだことなんですけども、バッティング練習をするときにですね、バッティングケージが3つあります。これ僕実際に経験したことなんですけども、僕が指導する立場で、僕が指導する立場でここで打ってる選手にバッティング練習見てて、あ、調子いいなって打ち終わった時、調子いいなお前、今日は2本か3本から行きそうな感じがするんじゃないの、僕が問いかける。そしたらこの A 君はですね、 A 君はそうですか、いやーありがとうございます、頑張りますって言って帰る A 君で、B 君に、お、今日なかなかいい感じじゃん、同じように声をかけたら B 君答え方が、そうっすか、普通っす、全然普通っす、でこうやって答えられたら、そういう選手で、 C 君たまたま声をかけなかった、この C 君がどういう行動をとるかっていうと、僕の後ろを行ったり来たりするんです。なぜかわかる？
なぜかわかる、声かけてほしいの、僕見てました監督って声かけてほしい。そうすると、まあ、今ヤクルト行っちゃったけど石井コーチとか監督監督って言うと、おっとしたお見てた今日よかったよって言った、ありがとうございますってにっこりして帰っていく選手。この ABC に分かれるんですよ。じゃあそこで僕が B 君に対しては今日いいねいい感じだねって、いや全然普通っすとかってブスって言われたらこの野郎って思うじゃない。でもその子の性格を分かってたらこの野郎って思わなくていいわけですよ。分かるかな。でその子はシャイだから人前でそうやって言われたら 打てるってことも言えないし、そういう立場を分かったら、じゃあその彼にはどういうふうに声をかけるかって言ったら、球場を離れてロッカーに行ってトイレで一緒になった時に、おいもうちょっと答えてくれよお前冷たいなっていう話し方をすると、向こうはすいませんでしたって話をするか、ね、でその彼のキャラクターを考えた時に声のかけ方っていうのが全然違ってくるってことですよね。一番いいのは気持ちいいですよね、 A 君ですよ。まあ、C 君ちょっと可愛いじゃないですか、声かけられないとちょっとこう言ってくれませんかって。でも周り見たらそういう人いません、大体3人ぐらいそういう立場のタイプの人っていう。だからそういう人たちが声のかけ方が全然変わってくることを自分が理解していれば腹も立たない、あこの子そういう答え方する子だなって思ってれば。でもそれを変えていくアプローチっていうのはまた別問題ですよね。はい、すいません。今の話を伺っていますと、あの今の話を伺っておりますが、大学の教員もですね、ちゃんと学生一人一人向き合って、ちゃんとその個性に合わせてですね、指導していかなくちゃいけないという重視、私も何か反省したいと思いますね。締めてるわけじゃないですよ。次のですね、今ここにいるですね、学生さんたちはちょうどこの4月に入ってですね、まだ入学して1ヶ月経ってない新入生なんですね。でこの新入生に対してですね、これから大学で何を学ばなくちゃいけないか、大学のうちに何をしなくちゃいけないのか、それは野村先生の場合からどういうふうにお考えですか、なんかメッセージをいただきたいと思います。そうですね、どうなんですか、もう今1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいですか。あまだちょっと楽しさが分かんないっていう人、はい、そうだ、さすがにね、あ楽しさ分かんない、例えばどういうところ、なんで彼今こう上げたけど、初対面の人と話すのが苦手で、なかなか友達ができないです。あるね、それは分かるね、すごく。初対面の人と、なんか今なんかこう書いてくるときになんか新入生、募集、なんか新入なんか会なんかサークル、なんかそういうのを募集して、そういうところには入ったりしようとかないの？部活はもう1個入ったんですけど、週に1回しかないんで、なかなか会う機会とかもないんですよ。それっていうのは。あれですか、他の部活に入って週に1回しかないのにサークルを掛け持ちっていうのはダメなの？なんかそうなるとなんか人間関係が複雑になりすぎて、これ考えすぎでしょ。これ考えすぎでしょ、人間関係が複雑にって。あでもそこまで考えちゃうんだよね。あでも今日今言おうと思ったのは、たまたますごくいい点で言ってくれたんだけど、やっぱりいろんな人とお付き合いするっていうのは大事だと思うから、そこ頑張ってなんかトライしてこうがいいと思うんだけど、それは、人とこうで交流するのが苦手だっていう人はすごく分かるんだけども、できたらそこ頑張ってトライしてみて、また人間関係で悩まなくていいんじゃないかな。頑張ってみてください。新入生に対してメッセージ何かいただければと思います。とにかくたくさんの人とお付き合い、すればいいんじゃないかなって思います。何か最終学歴っていうのかな、
なると思うんで、僕 もう大学時代の同期の人たちっていうのはもう全国にたくさんいるんだけども、やっぱりあそこの土地どこどこに行けば彼が就職してあそこにいるからって言って連絡をしたりですね、そういうつながり、まあそれはあの学生全体ではなくて、やっぱそのさっき言ったサークルだとか部活だとか何かに所属していれば、そういうものが生まれるんではないかなと思うので、何かまあ、ちょっと言い方を変えるとですね、大学ってあの田舎の小学校から考えていくと面白いですよ。田舎の小学校と近所の集まりじゃないですか。で今度は中学校になるとちょっと もうちょっと大きな集まり、高校になるとまたちょっと大きな集まり、大学ってもう全国から集まる大きな集まりじゃないですか。だからいろんな都市から来ていろんな言葉があったり、いろんな方言があったり、自分の、オラが村の町の自慢大会が始まったりね、そういうのがこう一番最終でかい組織だと思うんで、その中でこういろいろこう、バトルをし合うのもいいですし、その年のことを学んだり、自分たちのことを教えたりするっていうのも非常に、面白いと思うので、その最終一番大きなあの組織の中で、また今度は最終的にはもっと今度は日本とか今度は世界とかっていうのをこう相手にしていくわけだから、その中でこう少し今練習する期間だと思って、いろんな失敗を繰り返していけばいいんじゃないかなというふうに、思います。もうね、たくさんあの単位取れてよかったとか、あ、銀に取れたとかね、あの先生最後の最後までくれなかったとかね、いろんな経験もあの全てがいい思い出になると思うんで、とにかく今あることをしっかり、頑張って、偉そうなことは言えませんけど、とにかく楽しんでください。あとまだ時間があるんですけど、学生からの質問を助けていただいてよろしいでしょうか。はい、何でも、はい、答えられる範囲で、はい、じゃあ学生の皆さんに質問、あ、もういっぱい出ました。じゃあその白い、個人的興味で少し伺いたいと思います。お話の中でも出てきたんですけど、大谷翔平選手が二刀流で成功できた理由と、あといつまで二刀流で出れるかという考えをお話しください。いや、あの日本人選手でやっぱり二刀流っていうのは、まあ、よく皆さん聞くベーブ・ルース以来っていうふうに言われています。でアメリカの野球界にも大学で、4番でエースっていう人がたくさんいるんですけども、やっぱりどっちかに絞るわけですよね。でもう一つ言うのは、アメリカって日本と違って野球だけじゃなくて、野球でピッチャーと打者だけじゃなくて、アメリカンフットボールでもドラフト1位、野球でもドラフト1位、どっちを選択しますかって、これもある意味二刀流だよね。そういう選手はいるんだけど、実際にやった人っていうのはいない。あの過去のメジャーリーグではボー・ジャクソンっていう人がアメリカンフットボールやって野球の選手もやってっていう人がいたんだけども、で最近でも同じ競技で、打ったり投げたりするっていう、野球ではディフェンスとオフェンスがこう交互に変わるっていう、まあ、やあのスポーツでは珍しくない部分で、やっぱピッチャーって守られる、怪我をしない守られる中でやっぱり投げたり打ったりするっていうのはもうとてつもないことで、ただですね、彼今若くてすごいフレッシュなんでいけると思うんですけども、これ僕の持論ですよ。こんなことはなんかネットに流さないでくださいね。あのですね、僕が考えてるのはアメリカ人っていうのはやっぱり打つバッターに対しては厳しいところ攻めます。極端で日本人の選手が攻めてなかったって言ったらどうですか。皆さん、大谷君がインコースに、例えば皆さんが球場行ってて大谷君打席に入って、大谷君にこうインコース何球もバンバンって投げたら、みんなブーなるじゃないですか。でそれぐらい日本の投手は多分結構気を使ってただと思います。まあスターですし、まあ、それは投げちゃいけないじゃなくて、そういうオーラというか雰囲気を出して大谷君が素晴らしい。だけどもアメリカ人多分関係ないです。どんどん攻めると思います。だからどっちかに専念するような風に、悪いわけじゃないですよ、やっぱ競技です、勝たなきゃいけないんで、やっぱりインコースも攻められるし、まして右投げ左打ちなんで、最初に当たるのは手の投げる方じゃないですか。デッドボールぶつけられるとしたら、これはね、球団としては
今はいいけどゆくゆくはどっちかにしてほしいなっていうのはあの思います。ただ今はもう全国のねもう大リーガーのファンの人たちも日本のファンの人たちもすごく、盛り上がってるんで僕も見ててワクワクするんで、僕ちょうどねキャンプあのさっき出たアリゾナの方で一緒にキャンプ今チームは違うんですけどもずっとやったんですけども、ちょうど僕がキャンプ行ってる時はボルサム氷河が落ちてる時です。なんだ騒いできた割には全然ダメじゃないかとマイナーの試合出た方がいいんじゃないかと本当に言われたぐらい、でも蓋を開けてみたら活躍してるんでね、まあ、頑張ってほしいなと思いますけども、僕個人的には100マイル出すんだったらピッチャーしてほしいなと思います。でもバッターとしたらイチローと松井を掛け合わせたような存在なんで、これも魅力、長くやるんだったらどっちがした方がいいかなと思います。まあベーブ・ルースの記録を抜いてねどっちかにこう映ってくれればいいかなと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。あ、そちらの方では小井野の袋カープファンの金本です。お願いします。今野村さんは解説者として活躍していると思うんですけど、やっぱり声だけで全国に発信するのって難しいと思うんですよ。その中で気をつけていることってありますか。うわぁ、この質問困るなぁ。気をつけてますよ。もうとにかく喋るときにはね、選手はもう一生懸命やってるんで、なんていうのかな、あんまりこうけなすとかダメですねダメですねって言ってると多分聞いてる方もなんか聞きづらくなるじゃないですか。で、だからあんまりダメですねっていうことを連呼してしまうと映像はテレビが出るので一目瞭然じゃないですか。で、見てることに関してダメですよって何回も言うと、ほんで僕はこの選手のこと嫌いなのかなっていうことを視聴者に与えるようなことはあるんで、だから自分が喋ってる以外の人の解説してるね、野球中継とかあるじゃないですか、まあ、スポーツ中継サッカーにして松木安太郎さんとか喋ってるとおい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 とかおいしか言ってないんですあれはあれで面白いんですけども、あれを見ながらですねすごく勉強してます。ただ僕が解説してるのもし聞いてくれてるんだったらダメですねとか言った時は相当怒ってるプレーです。僕がダメですねって言った時は相当怒ってるプレーと思って聞いてください。テレビを声を上げないと言うことはないですけど、これはダメですねとか言った時は相当怒ってるんだなと思って聞いてください。よろしいですか。ありがとうございます。監督大好きなんで応援しています。ありがとうございます。あ、そこのじゃあ言ってまいりまし、はい、あ、その、ドラゴンズファン代表のさっきドラゴンズファン先週はやりやがった。ありがとうございます。あ、けど昨日20対4に20対4で大学負けは負けだから20点取られてね、別に関係ないと思う。今日勝てば昨日ドラゴンズの A クラスにはありますか。なんですか。どういうことで A クラス入りはありますか、今年の。もしもし、なんですか。カープ優勝で頑張ってください。野村さんが監督をされてた頃に、エルドレッド選手を球団が手放そうとしているのをなんとか引き止めたっていう話を聞いたことがあるんですけど、そのエルドレッド選手に限らずこの選手はすごいなっていう野村さん自身が思う一番のポイントっていうか、そういうのを教えてくれたら嬉しいです。まずですね、エルドレッドを、引き止めたというところがちょっとなんかオーバーにこう伝わってる部分っていうのがあってですね、僕的には嬉しい誤算なんですけど、引き止めた手は引き止めました。ただその時のお話をするとエドレッドが来てやっぱり三振いっぱいしてたと。
でもホームラン当たるともホームランになるというところで、なんで彼を獲得したかっていうと、長距離を打てるバッターがいなかったっていうことで獲得したわけですよね。で、思ったよりもホームランを打ったんだけども率があまりにも悪かったので、球団からすると、まあ新しい選手を、なんていうかな、獲得してエルドレッドとチェンジした方がいいんじゃないかという相談を受けた時に、僕が言ったのは、いやいや、1年目より2年目、アメリカ人の投手と日本人の投手の球種の使い方だとか攻め方っていうのがある程度理解すれば、そして日本の文化であったりチームメートとの距離感であったり環境になれれば2年目の方が活躍する可能性はありますよ。それと何より彼は一生懸命、体は大きくてノロノロしてるかもしれないけど、練習メニューは全部こなす、プレーはおろそかにしないっていうこともあったんで、僕は球団にどうするって聞かれた時に、いや、エルドレッドをそのまま残してくださいという話をしました。だから技術以外のもので、やっぱり日本で頑張ろうという気持ちとか、チームメイトとの付き合い方とか、まあそういうことも加味して、球団にお願いしたんですけども、まあ、そこで球団もいやいやそうじゃないよっていうふうになれば、僕にはその権利がないんで、相談をされたら言いますけど、それでもいや違う選手を取ろうよってのは球団の判断になるんで、ただ結果的にすごく良かったですよね。今なんかメガネ市場の CM なんか見てる。じゃあその水色のね。野村さんは5年間カープの監督を務められていたんですが、その監督時代に、まあ、選手を見ていて、あ、こういう人は成長するなって思った、その人柄というか性格というか、そういうのを教えてくれますか。そうですね、成長するなって思ったら、まず菊池選手は最初に見た時に、なんか田舎で野球が上手な子供だなみたいな感じで、最初のインパクトはそうだったんだけど、教えた時に野球ってボールの取り方とかいろいろあるんだけど、いらない動きはすごく多かった、無駄な動きですね、こうなんか女の子はちょっと分かりづらいかもしれない、ボールが来ればそのままこうグローブを出すればいいんだけど、必ずボールが来る前に1回グローブを叩いて取りに行ったりとかね、グローブを出すときにこう出せばいいのに、そのままなんかこんなアクションをつけて取ったりね、これちょっとこうカッコつけて取るようなことをこう指導していったら、彼は言ったらすぐできる、で他の人たちも言ったらできるんだけど、何球かノックをしてる間にまた元に戻るんですよ。で彼は教えたら何球ノックしても同じようにできる、そして次の日になったら多分忘れてるなと思ったらできる、でその日に教えたこともできるんで、毎日教えたらそのことが全部できていってたっていう、いうのは菊池で、丸はとにかくもう気持ち、ハートがすごい強いんで、あと体が強かったかな、そういう選手だった。逆にですね、堂林君なんかはすごく人がいいんで、言ったことなんか対応しなきゃいけない、対応してしなきゃいけないっていう感じなんで、すごくいい子なんだけども逆に損するタイプなのかなとね。ドラゴンズどうですか、堂林取ってくれないですか。まあやっぱり選手見た時に大体分かりますよ。で選手も尻に火がついて頑張るタイプと、もうずっと平均的にいくタイプと、もう勝負かけてる時の目つきって全然違ってくるんで、今は一軍で待ってる。